皆さんこんこにちは、えー、それでは2021年12月担当の分析会を始めます、えー、企業法を担当いたしますレク・セニン講師の森村ですでお手元にこのレジュメをくられてますね はいもう企業法はこれとですね、えー、本試験の問題だけです。えー、まあ大体毎年、企業法に関して言うとですね、もうほとんどしゃべること,と同じなんですよね。でもまあ一応やっておきましょう。はい。まずは出題形式ですけれども、出題数は前回と同じ20問、配点は20問すべて5点問題が出題されて、問題資本し、選択肢6誌、前回と同じです。ずっと同じです。で、問題文の表現につきましては、 えー、実質的にはですね20問すべて正しいものの組み合わせを問う問題でした正しい足が2つあって誤ってる足が2つあってその正しい足を2つ選んでくださいっていう問題ですねただ形式的には問題15と問題19だけはちょっと変わってたんですね、えー、まず基本は正しいものの組み合わせですねこれですよね正しいものの組み合わせというので 正しいものが2つあって、えー、この問題ですと、えっ、ー、と、問題、あうは間違ってますよね。他の会社の使用人となることできなくないですもんね。で、いの足は正しいですよね。で、うの足が、えっ、ー、と、これ別に当該会社の所有するものでなくてもいいですもんね。で、えの足が正しいと。まあ、あのこんな感じで まあ受けてこられた方はもうご存知のことだと思いますけれども正しい足二つ選びなさいっていう問題ですね。ただ表現がまあ若干違ってる問題がありまして、えー、問題十五と十九ですね。問題十五と問題十九。問題十五はえこういう問題文になってました。えー、まあちょっと長いんですけれども当該行為により株主に対して交付する金銭等 当該株式会社の株式を除くの帳簿価格の総額が当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされるものの組み合わせ、まあ、要するに財源規制がかぶってくるものはどれですかというそういう聞き方ですよねだから財源規制が及ぶものとして正しいものの組み合わせと聞かれているのと基本的に同じですよねでもう1つが問題19です <laughs> 金賞法の問題なんですけれども、これは、有価証券表示権利に該当するものの組み合わせはどれですかということなので、有価証券表示権利に該当するものとしないものがあるということですよね。ここはレックでは割とくどく、くどくやるとこですよね、二項有価証券に当たるかどうかっていうので、二項、前段に規定しているものは2項有、二項に規定してるけど、二項有価証券じゃないんだと。 それを有価証券表示権利というという話はやってるとこですよね。まあ、まあ、それはそんな難しい問題でもなかったですよね。はい。で、次にですね、問題のテーマにつきましても、これもまあ毎回同じなんですけども、ちゃんとテーマが書いてくれてあるんですよね。この問題は何の問題ですかって、これ分からないと意外に引っかかったりする問題も出てきたりするんですけども、これ本も会社の代理証であるということなので、そういう目で見ていけばいいですから、これも割と優しいですよね。 であと、直書きも今回、えー、もですね2問出題されてました、直書き、この第1問がともうそうですね、なお当事者に別段の意思表示はないものとするとか、ですねあとは問題16、問題16に直書きがありました、なお定款で定めた解散の自由はないものとする。まあ、要するにこれって あの例外自由がありませんよと、別段の異常事もなければ、定款に別段の定めもないですよということですので、まあ、いわゆるネガティブリストですから、考えなくていいということですよね、これ、論文だとね、論文だと、論文問題に名を書きが出てたと書いてあるときには、もうものすごく注意して、問題文を読まなきゃいけないんですけども、担当はもうほぼずっとネガティブリストなので、まあ、そこ考えなくていいですよということですね。 はい、で次、出題内容につきましては、これはまあいつもと同じように、ですね条文ですよね、しかも条文の損費が出題されるということで、そんな条文あるのないのってで、あれば丸なければツっていう、そういう問題ですよね、で判例が今回もまあ出題されてましたけども、今回は7市出てました、前回9市でしたけど、今回7市ですね、まあまあ、大体こんなもんです、毎年これぐらいのものですよね。で 条文を聞いていてるのかそれとも判例を聞いているのかっていうのでもちろん答え変わってきたりするわけですけどもそれもちゃんとですね親切なことにあの判例の場合には判例で考えてねっていうふうに書いてくれてあるんですよねこれ問題7です問題7をご覧いただけますと、えー、ここですね絵の足最高裁判所の判例の趣旨によればと公開会社でない株式会社において募集新株予約権の発行に際して 株主総会決議による委任を受けて、取締役会が新株予約権の行使条件を定めた場合には、なんかややこしくなってきたなって感じですよね。当該募集株式、募集新株予約権の発行後に、当該行使条件を取締役会決議によって変更することに制限はなく、制限なくないんですよね。原則、制限、えー、原則は、えー、その一回受験された、その時に決めた内容を変えちゃいけないということですよね。 ほんのちょっとした変更ならいいけどねみたいなのが判例の立場ですよねだから当該行使条件を変更する取締役会決議が有効と返されているっていう言い切ってやればそれはもう当然間違ってるってことになりますまあこれはね比較的新しい判例ですしなかなか難しかったかなっていう気はしますただこれうちではですねえー、ロングレトーレンで出してるんですよね去年,去年とか今年の論文グレードアップトーレンでまあそんなもん担当受験生が受けてるわけないじゃないかとおっしゃられればその通りなんですけどもまあ ただまあある程度これは重要な判例であることは確かですのでまあテキストになかなかこれがダイレクトに載ってるということはあんまりないでしょうけどもどうですかねこれはね読本で判断つきましたでしょうかねうんちょっと微妙っちゃ微妙ですよねでもまあねその取締り株主総会の委任を受けてるんですもんね株主総会の委任を受けてるとそれなのにその変更することに 制限がないっていうのはちょっと変じゃないのって一回決めたんだから、それで、うんそれをこう壊すようなことをしちゃいけないんじゃないのっていう程度の判断はつきますかねどうですかねちょっと難しかったかもしれませんね。はい。それで次、判例も見ていきましょう。問題9は、全部が、足4つ全部判例の問題でしたね。まあ、何年の判例かっていうのも。 書き込んどきました。どうですかね、これはね。これは割といけるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、あの、あんまり時間がないっていうか、あの、いつも時間がないので、あんまり詳しく内容を見ていられませんけれども、あの足は論文でも有名なとこですよね。まあ、こんな、これで見ていくとまた時間が圧倒的になくなるので、 この問題はそんなに、この判例はそんなに難しい判例ではないと思います。えー、大丈夫じゃないでしょうかね。逆にこれぐらいは取っとかないとちょっとまずいですよね。判例としてね。で、あと、えー、判例の6番目、7番目の判例。問題10の意と呂ですね、えー。これは解けたんじゃないですかね。有名なとこですよね。これはね。 これは知ってないとちょっとまずいかなっていうぐらいの判例ですね。だからまあ今回は問題7の A がこれも若干細かいかなっていうぐらいで比較的優しい判例が多かったんじゃないかと思います。ただまあ今後もですね判例対策はやはり必要ですのでまあ取材可能性のある判例はテキストにも載ってますしあと担当特別講座で新しい判例についてももし出た時にはお話し,します。ただまあねその なんていうかな、もう全然分かんないような、知らないような判例も多分たまに出ることあるわけですよ。だからそれはまあ、そういうもんだと思って、覚悟するしかないですよね。もうすべての判例を全部押さえておくってことはできませんからね。あとあの最新の判例につきましては、ポイントアップ当連でも出題して、それでフォローしていくことにしますので、レックの講座を受けていただければ、それで十分だと思います。あと、規則関係ですね、次は、規則関係。えー、ここですね。 会社法施行規則とか会社計算規則ですけど去年は会社法施行規則から1支、会社計算規則から1支出てましたけど、今回は会社法施行規則から1支出てる、1支だけ出てましたね。まあ、これも毎年1支、2支出たり、あるいは全く出なかったりという程度なので、まあ、特に驚くことではないです。このうの足ですけども、ちょっとここに書き込めなかったので、下に書き込んでます。号 で、その、えー、政令で別段の定めでしたっけえー、それがこれですよね。会社法施行規則の257号が、それがはめ込まれる形になって足ができてるので、足がやたら長いっていうのはそういうことですよね。これくらいについては、その政令の定めるところによるとか、政令の定めによりっていうのをそのまま足入れて作っちゃうとこういうふうになっちゃうんですよね。まあだから今後これぐらいの長さの、 あの足は出る可能性は、増える可能性はありますからね、今のところまだ皆さんその、担当を解く上で、器具法に関しては時間はもう余裕でしょうん、まあ、時間足んないってことはあんまないと思うんですけども、今後、こういうふうにこう読む量を増やされるとね、えー、単純にまあその時間かかっちゃいますので、えー、それもちょっと覚悟はしといた方がいいかもしれませんね。 はい、でこの規則関係も、ま次回の5月担当でもまた取材される可能性はもちろんあります、ただ、必要なものについては、これも講義で取り上げますし、本当に細かいものについては、もうそれはやっぱりあの知らないのも出るっていう覚悟を取得しかないですね。であと、令和元年の改正点ですけれども、前回は出なかったんですけど、今回出ましたね、今回初めて出ました。社債管理者に関する あ社債管理補助者ですね。社債管理補助者に関する問題が一問、丸々一問出てますね。これは割と条文読まれていたか、あるいはテキストにももうそのまま載ってますので、えー、割と簡単に取れたんじゃないでしょうかね。いかがでしたでしょうか。これ共同でっていうのは単独でできるんですよね。社債管理補助者っていうのは、社債管理者に比べてその権限が 狭いですので、乱用の危険性がそんな大きくないので、共同して行使しなくてもいいなんて話は、抗議でもしたと思います、まあ、ちょっと細かいところです、細かいというか、社債管理補助者の権限というのはその、当然に与えられるものと、契約内容に定めなきゃ与えられないものと、さらに社債権者集会の決議によらなきゃいけないものというのがあるわけですけどね。 まあそこんところもいつものように自分の感覚でそのどれに当たるかというのを一回読んだときにああこれはまあこっちに分類されるよなっていう感覚が正しければねもうそれで間違うことは本試験でもないですので、えー、そういう感じで覚えていていただければいいと思いますで次の本試験次の5月担当でもやはり出る可能性令和元年度改正点からは出る可能性十分ありますので そこはまあ意識的にやっておかれた方がいいと思いますね。はい。それでは次ですけれども、次、分野別の取材数ですね。まあ、これもまあ、いつもと同じっていう一言で終わっちゃうんですけれども、えー、商法から2問ですね。で、会社法から14問、金融商品取引法から2問取材されてます。で、会社法の内訳ですけれども、これもほぼ例年通りなんですけど、ちょっと変わったところは、まあ、変わったって言ってもね、 まあ本来、そうですよね、設立、まあ、設立は1問のことの方が多いですかね、で設立が去年1問だったのが、今年2問に増えた分、期間、普通、まあ、5に減らすってことは多いですけども、組織再編を、えー、減らしたんですね、組織再編を1にしましたということですけども、まあ、別にこれ、どこからそんな、その出てるかっていうのは、あんまり意味ないですよね、意味ないっていうか、そのまんべんなく出てるわけじゃないですか。 だから、どっかの特定の分野を、まあ、これは切っていいよねっていうようなことは、ですね企業法に関してはないですよね、まあ、要するに毎回ほぼ同じような大体出題割合で、全範囲からまんべんなく出題されてる、従って全範囲を勉強する必要があるっていうことですよね、うん、まあ、禁止法は細かくて嫌だから切っちゃうって人も結構いらっしゃいますけども、やっぱり禁止法切っちゃうと、禁証を取れないですよね。 そうするとまあ比較的優しい問題が出,た出てしまうとそれだけ随分そのディスアドバンテージになっちゃうんで、ねうん、それだったらまあ優しい問題も含めてそんなに時間かけない範囲でさらっとやっといた方がむしろお得かなと思いますね商法に関してはまあその商法相続症行為ですけれどもこれはあの比較的優しい足が丈夫の作り自体が割とシンプルなのでね。 これはちゃんとやっといた方がいいと思います。っていうことは結局全部やんなきゃいけないんですよ。やっぱり企業法に関しては分野でここはやんなくていいってことはないと思います。はい。で、難易度なんですけれども、難易度に関してはですね、まあこの毎年同じような話するんですけども、平成28年の12月というのがこれが史上最高に優しかった年でして、で、この年はなんとですね、全体のそのボーダーラインを押し上げちゃったんですよね。 ボーダーラインっていうのは基本的に、あの、金融庁は70点程度って言ってますから、その70%取ってればね、70%以下の場合は別に問題ないですよね。受験生有利になるんですから、それは別にどっからも問題文句出ないと思うんですけど、70超えちゃまずいですよね。その70超えちゃったっていう原因が、この現況が、企業法が優しすぎたっていうのがあるんですよ。そこでその後どうなったかというと、この難しくなる一方ですよね。ずっと難しくなってきて,きてたわけですよ。 で特にこの、えー、この辺り4回っていうのは、これ、もうなかなか地獄のように難しかったですよね。で、前回、底打ちしたかなっていう感があったんですよ。で、今回はそれよりも多分ちょっと優しくなってると思います。まあ、というか、あの解き終えてきた皆さんは、こう解,解き終わった直後は、これ、ずいぶん難しいなと思ったと思うんですよ。ただ実際にこう 回答、答え合わせをしてみると、意外と取れてるなっていう感じを持たれたんじゃないですかね。こう、二つまで選択肢を絞って、で、どっちに転ぶかっていうのは、そういうパターンよくあると思うんですけども、その割と正解の方に転びやすそうな問題の作りになってたような気もするんですね。だからまあ、50までは、50っていうのがね、だいたい五 50. 点何パーセントっていうのは、これがだいたい標準的な、優しくも難しくもない、ちょうどいい問題っていうことなんですけども、 えーまあ、そこまではいかないかもしれないですけど、まあまあ、でも49はそんな細かいこと言ってもしょうがないんですけども、行、まあ、くんじゃないかなと思います、でまあ、これぐらいの難易度っていうのが、まあ、想定している、想定すべき難易度ですので、えー、レックのポイントアップ等例も大体まあ今回とか前回とかあたりの難易度ですよね、それを目指して作ってますので、まあ、ぜひ受けていただきたいと思います。でまあ、企業法のこのこ 企業法の平均点とですねその全体のボーダーラインでこれ何の関係もないですからね、何の関係もないので、まあ、あんまりこれも考えてもしょうがないなっていう感じはいたします。はい、であと、ですね企業法の場合は難易度といいましても、出題された条文自体の難易度というよりも、ですね自分が知っている条文が出ればそれ優しいって感じるでしょうし、知らない条文が出たら難しいって感じるわけですよね。 例えばねその少数株の試験で100分の3か100分の1かっていう公師要件ありますよね、保有要件ね、ね株式保有割合の要件ですけども、それだって覚えてなきゃいくら考えたって分からないじゃないですか、ただ知ってればもうあっという間に解けますよね、まあ、そういうこと多いでしょうから、結局はその皆さんご自身が勉強する範囲をどこまで広げるかの問題ってことになってくるんですよね。でまあ、よく最近あの,条文の出題頻度をこう富士山に 富士山に例えたりするんですけどね。えー、富士山。富士山ってこう、こんな感じでしたっけなんか違うような感じするな、まあまあまあ、富士山だとしてください。そうすると、昔はですね、この、いわゆる AB 論点、つまりこの8合目ね。8合目から上ですよね。頂上から8合目。まあよく出る、えー、取材頻度って考えてもらってもいいんですけど、そこぐらい勉強しておけばよかったわけですよ。 まあ、世間でいう AB 論点ですよね。ところがまあ、ここ5回、6回というのはですね、7合目ぐらいまでこう1合分降りてこなきゃいけないですね。7合目まで。そうするとですね、この8合目と7合目のこの距離っていうのは、この距離は、ここまでこう、ローしてこなきゃいけないんですけども、距離じゃないですよね、この大きさというのは。体積なんですよね。 そうするとこれ、その1号を降りるだけでですね、まあ、いわゆる C 論点を含めなきゃいけない、まあ、そもそも企業法に AB 論点も C 論点もないんですよ。だってどっから出るかわかんないですもん。ほとんどランダムに出してますからね。ですから結局、条文、その読む、事前に読んでこなきゃいけない条文が増えていくっていうことになりますので、もう体感的にはね、8号目、 から7合目に降りてくると1.5倍から2倍ぐらいいや2倍とはさすがに言えないか1.2倍から1.5倍ぐらいの感じの,その勉強しておかないと勉強量をこなさないと80点以上取れないんじゃないかなって気はいたしますじゃあどうやって勉強するのかっていうことですけどもこれもまあ毎回同じこと言うんですけども基本的には変わりません担当テキストを読んでいただいてそして一問一答を解いていただくとまあで一問一答はまあ間違えなくなるまで解くと。 これも十分なんですけども、十分というかまあ、それでも最近の問題だと一問一答全部きっちり潰しても70、70ぐらいかなっていう感じになってくるんですよね。だからプラスあと10点取るためにはやっぱり担当テキストを読み込まなきゃいけない。ただその、ご自身で担当テキストを読み込むっていうのはなかなか辛いですからね。だったら担当上級講座を、担当上級講座を主張していただく方が効率的だと思うんですよ。 でさらに穴をなくしたいと、企業法で90点以上取りたいという方は、昔はそういう方多かったんですけど、6法を読み込むと。6法を1条からずっと読み込んでいくと。ただこれはなかなか耐えられないですから、そういう方のためにレックでは築城解説、えー、という、その、いわゆるコンメンタールですよね。築城条文ごとにこう、1条はこういうふうに書いてます。趣旨はこういうことです。ということで、趣旨をこう、まとめている本なんですよね。で、それ読んでいただければもちろんほぼ、 完全に穴はなくなりますよね。で、築城解説というのは、実証的に使うのも非常に便利な、えー、書物でして、で、論文の合格まで使える、で、ちょっと調べたいときに、論文で勉強して、え、これ、条文どういう意味だったっけって、ちょっと調べたいときにすごく便利ですので、まあ、これはぜひ、えー、お買い求めいただきたいと思います。はい。で、以上をまとめますとですね、企業法に関しては、出題形式、分野別出題数に大きな変化はなく、難易度は引き続き、 まあ難化傾向というか、ずっとこう、難しいままの状態でとどまっているということですねで、従いまして、2022年5月担当に対する対策も、ですね企業法に関しましては、やはりある程度十分時間を取っていただいて、勉強していただきたいというふうに思います。はいということで、時間となりましたので、企業法はこれで終わります。 えっと分析会の管理会計論の方を始めていきたいと思います。えー、担当はレックセン入稿し、二宮です。よろしくお願いします。はい、えっと皆さん担当本試験お疲れ様でした。まあ、今回こちらの分析会の方でまあ、本試験の振り返りと、あとまあ次回のそうですね。まあ、5月の試験に向けたまあ具体的な対策についてご案内ができればなと思っています。で、この分析会で使う。今回こちらのレジュメと。 あと、本試験の問題ですね、まあ、お手元にご用意いただければなと思います。でちょっとまあレジュメの方を開いていただきまして、簡単に今回の試験とあと、過去の試験の比較ということで、形式的なところをねまとめています。まあ、この辺はもうご存知の方もあの多いのかなと思いますけども。 あのまあ、ここ最近の試験は基本的に管理会計計算と理論8問8問ですね全体で出題されるとで配点ベースだと計算は60点理論40点という配点になっているというのがもうこれはもう基本的にね固まったのかなとは思いますので、まあ、次の5月の試験も基本はこの,あの形式でね出題されるというふうにまあ考えておいていただくとよろしいのかなと思います、まあ、少なくともこれよりも時間がタイトになるような その計算9問、理論7問とかにはなかなかなり得ないのかなとは思いますんでね、まあ、ちょっと前の年、平成29年とかはね、まあ、計算7問で理論9問だったんで、まあ、ここに戻るってことはあるかもしれないんですけども、まあ、計算の方が比重増えるってことは、もうなかなか考えづらいところはありますんでね、まあ、8問以上ね、あのこれよりも多く出されることはないと考えてもらっていいかと思います。はいまあ、形式面はね、特にあの何も違和感とか変更点はないかなと思いますけど、 まあ問題の難易度についてはね、やっぱり直近の試験、今回の試験は、まあ、結構、管理会計、優しくなったなという印象を受けています。まあ、実際、あの本試験明けてからいろんな方からご連絡いただきまして、でまあ、点数の報告とかを受けていく中で、まあ割とちょっとまあこういったあれですけど、普段あんまりできていない方とかでも、それなりにいい点数が取れていたりするので、 あのことのほか、今回の試験に関しては、平均点とかも高くなってくるのかなと思います。管理会期はね、平均点がだいたい40点台になることが多いですけど、今回は50点台とかにもしかしたらなりうるのかなとも思うので、割とね、点数取れてる方が多い印象はありますね。ただ、本試験当日の合格目標点数とかね、動画の方であのお話しさせていただいたんですけど、 まあ合格目標の点数としては、やっぱり基本的には6割弱ぐらいにはなってくるかなとは思いますので、1つの目安として、計算で4問取って、理論で6問取ると、これが1つの合格ラインにはなってくるかなと思います。これはもうどんな年でも基本ね、これぐらい一1つ目安に考えて、目標設定して対策は取っていただきたいんですよ。前回の試験とかね、あるいはまあ令和に入ってから結構難しい年が続いたわけですけれども、 あのその時はね、50点ぐらいっていうのが目標点数にはなってきたんですが、ただ、50点目標に設定してね、あんまり勉強していくっていうのもやる気がちょっと起きづらくなるかなと思いますんで、まあ、計算で半分取って、理論でまあ6問取っていくっていうのはね、登、ま、壇、あ、とかを受ける際にも目標に考えてね、あの受けていただくとよろしいのかなと思います。はいまあ、これからまたね、その5月の担当を受けられる方なんかは、ポイントアップ登連っていうのをご受講いただくかと思うんですけれども。 あのそこでね結構いろんな難易度の問題とかを解いてもらうことになるかとは思うんですが、まあ、どんな問題でもねそれぐらいの点数が確保できるようになっていれば、まあ、本試験でも安定感を持ってねあの合格ラインの点数を超えることができるようになってくるかなと思いますんで管理は特にねやっぱりその他の科目よりもちょっとブレが出やすい科目だと思いますからね、まあ、その日の調子とか あの問題との相性とか、まあ、そういったところでね得点にブレ幅が出てくる科目だと思うので、でどんなにブレてもね下ブれしたとしても、やっぱりそれぐらいの点数確保できるような対策は取っておかないと、安定してね合格するっていうことが難しくなってくるかなと思いますので、まあ、これからの一つの目安に考えてね、ね登練とかを受ける際にあの、心がけてもらえればなと思います、はいでまあ、直近の試験は、まあ、あの基本、計算はね言ってもそんなに。 ちちゃくちゃく簡単にななったとといいいううわけではないというか、やっぱりその時間の制約が厳しい科目なのであの1時間で、ね、8問解かなきゃいけないってことになると、まあ、よほど簡単な問題でもなかなか解ききれないんですよね。 まあ、テキストの説明レベルの問題であればね1時間でその8問解いていくとかもできると思うんですけど、まあ、初見の問題でちょっと資料多くなってくると、まあ、基本的に1時間で全部の問題に触れるっていうことは難しいので、まあ、計算早い方でも基本1問は全く着手ができないのかなとは思いますだからまあ7問着手してでそのうち何問合わせることができるのかっていう問題になってきてでこれに関しても結局時間配分の問題が大きいのかなとは思います 問題の難易度っていうよりはどこにその時間を割いてねリソースを割いてあの回答していくのかっていうそこの要素が大きいのかなとは思いますんで一個一個はね多分時間無制限でやっていただいたらそんなに手も足も出ないっていう問題はね今回だと問題16は難しいかもしれませんけどあの一番最後の問題以外はそんなに時間無制限でやって解けないっていうような問題にはなってないのかなとは思いますんでね。 だからまあ質的に、ね、そこまでむちゃくちゃ難しい問題があるわけではありませんから、まあ、時間の問題で、ね、解けないというケースがま多いのかと思うので、まあ、その辺りのやっぱり時間配分といいますか、まあ、この問題はま解いても大丈夫この問題解かない方がいいとかっていうねそこのまあ選球眼みたいなものもつけていかないといけないですしあと何よりもそのメンタルコントロールって結構大事な科目で、あのー、やっぱり1問解き始めて結構そこに3分とか4分とか使っちゃうと なんか最後までやっぱり答え出さないともう気持ち悪くて次の問題に進めずに結果的になんか十何分かけて正解できなかったなんてことがね多分経験としてもねある方いらっしゃるのかなと思うんですけどそれやっちゃうともう管理会見については担当でも論文でも結構、終わりなんですよ。 もうある程度見切りつけて、ね、何分かもう機械的に決めてもらってもいいかもしれないんですけどあの何分か決めて答えが出なければ、ね、もう次の問題に割り切って移っていくという風うにしてもらった方うが、ね、あのいいのかなというふうに思うところもあるのでそのあたりのやっぱり本試験の受け方みたいなところについても、ねまあ、これからまたあの今回失敗したなと思う方については、まあ、5月向けの答練とかを受けながら、ね、あの調整かけてもらえればなという,ふうには思います。はいで ちょっとレジュメ戻っていただきまして、まあ、2ページのところに各問題の、これは当日の公表動画のところにも載せていたものなんですけど、あの各問題に対する簡単なコメントなどを載せています。まあ、ここはまた見ておいてもらえればと思いますね。で、次の3ページからが、まあ、具体的な対策みたいな話になってくるんですけど、まあ、詳細分析ということで、理論編と。 でまあ、理論はね、今回、特に原価計算の分野、まあ、管理会見の分野もそうなんですけど、まあ、全体的に優しくはなってますよ。あのおそらく、ここ5年ぐらいの試験の中で、理論問題だけでいうと、一番簡単な年だったかなというふうには思います。そんなに悩ましい足が何もなかったので、あの多分はっきりとるはっきりと×っていうふうに選べる足が多かったかと思うんです。 だからもうあと「い」が×だったらねすぐに6番選べるみたいな感じで理論の回答をしていくのに時間がかからずに済んだので、まあ、その結果としてねちょっと計算に回せる時間も増えたのかなとは思うんですけども、まあ、今回特に原価計算の分野はね、あのー、相当優しい内容だったかと思います、まあ、問題135はねこれ確実に取らないといけない内容となりますね、まあ、問題7もね 一応、正当可能性あの全体のバランスの関係で中途はしましたけどあの個人的に別にもうこうかなとは思っているんですがただまあ1問ぐらいは、ねまあ、ミスしてもしょうがないかなというところで、まあ、4分の3は、ね、取ってほしかったかなというところですね。はいまあ、今回取らないといけない内容でしたねで。今回のこの本試験の問題で原価計算の分野の理論で4分の3取れなかったとっいう方はやっぱりその1問1答とかはね あのやられてるのかもしれないんですけどそれの回転数がやはり低いかなというふうな印象はありますね。どれも悩ましい足がほとんどないのであの珍しく問題1ってね結構難しい問題が出てくること多いんですけど今回の試験は問題1から割とねあのシンプルな問題だったので1、まあ、問1答やってれば十分得点できる内容だったかと思います。 また全く同じ足とかもねあの出ていますしねこの問題の5番とかの総合原価計算に関する理論とかでもねあの全く同じ足が過去に出ていたりするので、まあ、過去問の部分やってるだけでもね十分得点できたと思います。はいだからまあここはねあの絶対死守しなければいけないところだったかなとは思いますね。はい できなかった方はちょっと改めてね、まあ、問題集の回転数を増やすかあるいはそもそもちょっと例えば今回のこの問題の1の、まあ、選択肢の「後と「い」が間違いの「足になりますけど、まあ、この問題1の問題については全く同じ選択肢っていうのが過去に出てるわけではないと。 だからこれはまあ初見のものにはなってくるんですけれども、まあ、とはいえね、まあ、この「あ」なんかは原価計算制度は、まあ、この常時継続的に行われるもので財務指標の作成に必要な情報提供のみを目的としているなんてことはまあ,ありえないわけですからね、まあ、原価計算制度の目的は基準の2番にも明記されてますけども、まあ、財務指標の作成であったりだとか原価管理とか予算統制っていうのがねもう明記されているんで もうこれは基準ちょっとね直前期に読んでいればわかることですしそもそも基準の内容を理解していればツだっていうふうに一瞬で判断できるものになりますんでね何もまあこれはいやらしいきっかけになっていませんからあの確実に一瞬で罰だと切ってもらいたいところですまた選択肢の「E についてもこれ「差額原価」とか「機械原価」等の計算についても原価計算基準が適用されるっていうねこういった文章になってるんですけど まあ、サーク原価とか機械原価っていうのはこれはあくまで意思決定のために必要となる原価概念なんで、まあ、こういう特殊原価の計算っていうのは特殊原価調査として行っていくものになるんだっていうねそこの基本的な内容が分かっていればこれも即座に罰だという判断ができるので、まあ、どちらも基準2番絡みの問題ということになりますけれども、まあ、ここはもう絶対に一瞬で正解できなければいけない内容だったようには思いますね。はい でついでにちょっと問題の3番とかも見ておきたいと思うんですけど、うん、まあ今回の理論問題だとこれが一番簡単かもしれませんね、うん、問題3番もうこの選択肢の「あ」なんていうのは過去の本試験でも似たような引っ掛け問題は出ています過去問やってればねこういった足にあの出くわしたかと思うんですけど、まあ、これ直接費を配布するっていう記述になっているんで まあ当然、直接費というのは付加しなければいけないものになりますから、まあ、講義中にも申し上げていることではあるんですけど、まあ、この基準対策をするときに、付加とすべきところを配布に変えたり、配布とすべきところを付加に変えたりするというのはこれ典型的な出し方になりますので、まあ、こういう出し方についてね、あの経験値っていうのが蓄積されていないとね、結構漫然と読んでいると、なんか合ってる雰囲気の問題になっちゃうんですけど。 あのこの負荷とか配布っていう表現のところに普段から、ね、意識が向いていればあの簡単に罰だっていうふうに判断ができたのかなとは思います。はい、だからここはやはり、ね、そういった問われ方っていうところを、ね、まだちゃんと頭の中に整理できていない状態なのかなと思いますので、まあ、これも先ほど言った通りそり回転数をとにかく上げることによって、ね、その本試験の問われ方みたいなところを経験として積み重ねていくことが大事かなと思います。で選択肢の「う」についてはもうこれはもうねあの 誰でもわかるものかなと思うんですけど「原価債は当年度の売りゲと期末における在庫に科目別に配布しなければならない」と書いていますがそもそも原価債って売上減原価に付加するのが原則ですからね多額の原価債についてはこういった売りゲと期末の在庫に配布することもできますがそもそも個別原価計算だと科目別配布のみでもなく指図書別の配布っていうやり方もあるのでこれ二重のみで間違えてますから原則は売りゲ付加だし 個別原価計算だと多額の原価債は科目別か差収種,種別の配布になってくるので、まあ、こうしなければならないっていうのは明らかな間違いということになりますね。はいまあ、これはもう簡単な選択肢かなと思います。はい、でちょっと一応問題5とかも見ておきたいと思うんですけど問題5はこちら選択肢「あ」と「い」が間違いで「い」については過去に全く同じ足が出てますね過去にまあ2回ね。 この基幹生産量っていうふうにすべきところを基幹投入量っていうふうに表現を入れ替えてくる引っ掛け問題は出されているので、まあ、ここは確実にもうこの基幹投入量なんて言葉出た時点で罰だっていうふうに判断できないといけないです。で案についてはねこれピンポイントで同じ選択肢は出てきたことないんですけども過去に似たような足は出ています。この部分でで何かひっっけを作ってくる問題ですね 区別総合原価計算っていうのは個別原価計算に準じて直接費を直下間接費を配布するっていう手続きを取っていくわけですけれども過去の試験ではここを等級別総合原価計算に準じてとかですねそういう引っ掛け問題は出てきたことがあるのでこれも過去問やってるとね昔この部分でねあの入れ替えてくるような引っ掛けがあったなっていうふうにあのこの問題見た時にねそこの経験値からあのこの部分ケアしてね読んでいかなければいけないっていうところは分かったかとは思いますんでね。 まあこの問題も初見の問題だとは思いますけども特に難しさはないのかなと思います。だから本当に135はもうこれ確実に正解しないといけないところになりますんでねここ間違えてるとちょっと厳しい結果にならざるを得ないかなとは思います。でまあ問題7はねまあ,まあまあ一応しょうがないところはねあるのかなと思うんですけど。あの 選択肢の意なんかはこれも全く同じ足は出てきたことないんですけどもでもこれ類似の足って過去何度も出てるんですよ。標準原価計算制度における標準原価っていうのは理想標準原価あるいは現実的標準原価かっていう記述になってるわけですけど理想標準原価は原価計算制度における原価ではないと。ここの知識があればね正解できる問題と。もう過去本当に何回も何回も出されてますね。理想標準原価ははあくまでもこれは あの理想としては設定するものではありますけど原価計算制度として標準原価としては認められていませんよっていうのはねここは確実に正解できなければいけないところです。でまあ「う」についてはもしかしたらちょっと判断悩ましいかもしれないんですけど、まあ、この正常原価っていうのがどういった特徴の原価かっていうのを、ね、説明しているものになりますけど、まあ、とはいえここの「理想能率水準」とかっていうね理想っていう表現が出てきている時点でこれもおかしいなっていうふうに判断してほしかったんですけども。 まあ理想能率水準とか実際的生産能力水準っていうここがね、まあ、おかしいというところで罰足だという判断になってきます、はい、ただまあ結構文章も長いですし他の選択肢も一応読まないと不安な問題かなというところで、まあ、正当可能性は中というような評価をしています、はい、でまあちょっとまた話を戻していって まあ原価計算ね今回、ちょっと理論でできなかった方は、まあ、しっかりとねまたその過去問とかを中心にしながらね一一問一答問答題集をやっていていいくださいで次に原価計算の計算分野なんですけどこの5ページの括弧1番のところ、まあ、今回だとこれは正解してほしかったかなというのが問題4と8ですね特にまあ8なんかは絶対合わせないといけない問題です。 標準原価計算の本当にシンプルな問題で、まあ、テキストの説明レベルの問題になってくるかなと思いますので、まあ、問題8は何のひねりもありませんのでここは確実に正解したいところかなとは思いますね。で、まあ、問題4はね個別原価計算の問題ですけどまあこれはちょっとねあの見たことない形態の問題ではあるので言っても簡単ではあるんですけど 意外と本試験の中だと時間の関係で飛ばしてしまった方も一定数いるんじゃないかなと思います。まあ、資料がそれなりに分量あるんで意外と真っ正面からやっていくとまあまあ時間はかかる問題かなと思いますのでまあ時間の関係でね飛ばしてしまった方はしょうがないかとは思うんですけどあの解いてね間違えたっていうのが一番やってはいけなかったかなというところでね。この問題はね合わせないと。 なかなか他の問題だと取りづらかったとは思いますのでね、正解してほしかったかなとは思いますね。はい、残りの問題2のね、ひ目別計算とか、問題6の連算品の計算とかっていうのは、まあ、対応できる方もいるにはいるんでしょうけど、まあ、初見だとちょっと厳しい内容かなとは思いますので、まあ、できなくてもしょうがないと考えられますから、4、8でしっかりと正解できていればね、まあ、特に問題はなかったかなとは思います。 ただ、全体的に言えることではありますけどやっぱりまあ原価計算の分野ってそんなに特殊なものがやっぱ出てこないんですよ。まあ、言っても見たことないとは言ってもね、あの資料を読んでいけばあのこれ何のために何の計算をさせる資料なのかというのは大体わかるかと思うのでそんなに見たことない指示とかですね、そういったものは出てくることないので結構時間はかかるかもしれませんけど時間無制限でやって解けないという問題はないと思うんですよ。 でもこっちの管理会計の分野はね、ねやはりなかなか時間無制限でやっても解けない問題も中にはねあるのかなとは思うので、まあ、こっちの方がより対策が難しい分野なのかなとは思うんですけども、まあ、今回の問題だと問題10の品質原価計算と問題12の CVP 分析ですね、まあ、この2問がねこの中だとまだ取りやすいかなとは思います。 まあただ、品質原価計算はねそもそも知識としてあの持っていないとこれは回答することが困難なんで、まあ、事前にここの品質原価の分類を頭の中に入れることができていたかどうかですね一応、レックだと入門の講座とかで取り扱うところで、まあ、入門機でしか取り扱いがないので、まあ、上級機ではやっていないというところでねもしかしたら忘れてしまっていた方はいるのかなとは思うんですけども。 品質原価の分類が分かっていれば回答できるんで知ってる方であればねこれ全然23分で回答が終わる問題となりますね。はい、で問題12の CVP 分析、まあ、ここ最近はもう毎回何かしら出てくる論点ですけどもう常連客ですね CVP 分析はねこれはねなかなかあの難しいと言いますか CVP 分析ってどの問題もそうなんですけど解答の手順を見たらこれむっちゃ簡単じゃんと後から大体思うんですけど解いいてる中だとそんんななには思えないんですよねネタがバレてしまうとね全然難しくないんですけどはじめこの資料の整理をしたりその計算の手順としてどっから手をつければいいのかっていうのが論点としては分かりづらいものになってくるのでこの CVP 分析で正直安定して 素早く回答を、ね、導きき出すすことがででるるよよううになるっていうのは結構難しいんですよこれ私もねあのこういうのってやっぱり苦手でどちらかというと、まあ、今ねこの仕事をしていてもう何年もねこういったことやってるんで問題もたくさん解いてるんであの別に迷いなくね回答することはできるんですけどでもやっぱりもともとはあんまりこういうのが得意じゃないというか。 まあこれって多分小学校の時とかの文章問題とかが何か得意かどうか算数が得意かどうかとかっていうのがかなり大きく影響するのかなとは思うので CVP 分析は結構鍛えづらいところかなとは思いますでただねあの私も苦手なんですけどこういう分野って、まあ、それでもねたくさん数こなしていくと、まあ、大抵のものっていうのは何かしら類似のものを見たことあるといいますか、まあ 少なくともこの論点として何か不明確なところはない状態なんで、まあ、解けないはずはないっていう感覚はあるんですよ。でそこが結構本試験受ける上では管理会計重要なのかなと思います。なんか少しでもね自分の知識のところで何か不安要素がある方っていうのは問題見たときにやっぱり判断が鈍るんですよね。もうしっかりとね普段からもうすごい数問題演習やってきて。 でも自分が解けないと、ね、基本、他の受験生も解けないでしょうぐらいに思える人の方が、まあ、こういった問題ってうまく対応することができるので結構、自信を持って、ね、回答できるような能力っていうのをこれから、ね、培ってもらいたいなと思うんですけど、まあ、正確にもよるところなんで何、ね、とも言えないところではあるんですがただしっかり練習を重ねていって、ね、そこの経験値の蓄積っていうのをしていただければ、ね、もうやるべきことはやったっていうふうなそこの自負があれば、ね、あの割と回答としても、ね、自信を持って。 あの進めることができるのかなとは思いますので、まあ、ちょっと抽象的な話で申し訳ないんですけども、まあ、こういうのってもう同じ問題が基本的に出てくることは絶対ないんであの何かしら違う要素がね問われることになりますからその時に対応できるかどうかっていうのはやっぱりねそこの基本となるベースの知識っていうところにね自信持てるかどうかっていうのは大きいのかなと思いますので、まあ、足元をとにかく固めるっていうのが大事かなと思いますね。はい もうそのためには結局やることは一緒なんですけどね、まあ、問題集をとにかく反復演習して、そこの不明瞭なところをなくしていくっていうのが作業としては必要になってきます。はい、で、あと今回だと問題11はね、もうこれはもう解けないというかね、まあ、財務情報分析で、むちゃくちゃ面倒くさいですね、ちょっと作った人、頭おかしいんじゃないかってぐらい、ね、分量ありますけども、むちゃくちゃ分量ありますね、これはね。普通に あの各選択肢これが何で間違っているのかっていうのを全部検証しようと思うと相当時間はかかるのでまあおそらくほとんどの受験生は「あ」と「い」が「〇×」っていうふうに選べて「う」と「え」がどっちが正解でどっちが間違いか分かんないからまあ2番か3番かどっちか答えだろうなっていうところでまあ結果的に3番とか選んだ方がねもしかしたら多いのかもしれないんですけどもまあ全部検証してね正誤判断していこうと思うと相当膨大な時間はかかってくるとしかも いいちいちねご丁寧に全部下五入をしなければいけないのであのまあもうちょっと数字きれいに作ってほしかったなっていうのはあるんですけれどもまあこれはもう時間内にはね全部の選択肢を検証することはまず不可能なんでまあ最悪その二択でね勘で答えるしかなかったのかなと思いますはいだからまあ気にしなくていいですこういったものはねで最後の問題16はもう解かせる気がない問題なんでまあこれはまず パッと見が簡単なんでね、結構、立ちが悪いんですけど、見た目は結構簡単なんですよね、あんまり資料もないし、まあ、そんな文章をね、整後判断していくような問題でもないので、まあ、ちょっとこれはいけそうだなっていう雰囲気があるんですけど、これ、最後の問題ってだいたいね、普段設備投資の経済性計算とかなんですけど、まあ、この問題、まず設備投資の話じゃなくて、論点が何なのかっていうのがね、初め、非常に読み取りづらい問題となっています。 何の問題なんだろうっていうのでね初めそこの把握が難しかったのかなと思いますでまあこれは最適セールスミックスの決定問題なんで、まあ、短期利益計画のための管理会計ですねでなおかつ線形計画法っていうのを適用しないと解けない問題でしかも2回適用しなければいけないっていう非常にまあ面倒くさい煩雑な問題となりますで線形計画法って出たのってもう20年以上前とかのね時代になるのでまあ 本当最近あの見なかったものなんであの久しぶりに出てきたなという感じなんですけれども結構管理会計ここ最近はあの今までそんなに出なかったものをあえて出してくるみたいな試験にちょっとなりつつあってこれってまあ担当のこの線形計画法もそうなんですけど論文の試験とかでも去年の試験において その問題1の第1問で比類化法出て、問題1の第2問で比類化法また出たっていう感じで、比類化法の計算問題が2か所で問われていたりしたので、比類化ってもう、振り返ってみると、いつ出たんだみたいな時代あのレベルなんでね、あのこれまでほとんど問われなかったのに、あえてそこを出してくるみたいなところがあったりするので、結構そこはね、試験の先生方が予備校のことをね、もしかしたら意識されているのかもしれないんですけども。 割とそこの細かいところというかねこれまで重視されなかったところっていうのをあえて出してくるような問題っていうのが作られているので多分次の5月についてもねこういう要素が何かしら入ってくる可能性もありますよ。今回だとこの問題16の他にもさっきの品質原価計算だってほとんど計算ではねここ最近問われていなかったので久しぶりにこんな品質原価の分類なんて出てきたって感じになりますから。 まあ,ちょっとね、あのあえて出してこなかったところを出すみたいなところがあるんで無意識のうちに皆さんの中でね結構これ C ランクだからやらなくていいとかっていう思ってるとこあるかもしれないんですけど、まあ、それこそがむしろちょっとね危ない論点になりつつあるんでできるだけ管理の計算対策は特にそうなんですけど、まあ、網羅性を持って取り組んでいく必要性はあるのかなと思います。 まあ最悪ね担当だと1問間違えるで済むでいいんですけど論文だとそういった細かい論点に発生してね総合問題が作られて後ろの説問とかも回答できなくなると大問丸々1問ね点数失うことになりますんで、まあ、そのリスクはねあのとにかく軽減しておかないといけないかなと思いますんで昔そういう問題あの本当にあって幻想の安定発生知らないと結構発生して間違いが生じるみたいな問題とかも出てきたことがあるんでね。 なんか無意識のうちにこれはいらないでしょって思ってるとこあるかもしれないんですけどできるだけ次の5月に向けてはねそれを潰していくっていう作業はねやっていただくのが、まあ、安定してね合格の点数を確保する上では重要なのかなというふうには思います、はい、で、まあ、これからは本当にあの基本は問題集をねやっぱり回転させるっていうことが、まあ、大事な作業にはなってくるのかなとは思います。あの 上級の問題集っていうのがレックの教材ですと一番網羅性のある教材としてはありますけどまあそれを今回、何回転かされてあの本試験に臨まれた方が多いのかなとは思うんですけどおそらくねここ最近の,あの受講相談とかをしているとあの私が講義内で配っているこの問題最低限やってくださいねっていうそこだけをやられてねあの本試験に臨んだっていう方が結構多いのかなという,ふうには印象としては持っていて。 でそれだとね基本時間のない方向けなんでやっぱり不十分でではあるんですよね、まあ、特にこれぐらいのレベル間の本試験の問題になってくるとやってる人やってない人で如実に差が出てくるんでその前回の試験ぐらいの難易度になってくるとそのやってる人ちょっとやってる人これほとんど差がないというかねむっちゃやってる人だけがまあまあ点数取れて。 そのやってますちょっとやってますとかやってませんとかっていうのはここも全員同じ点数みたいなねそういった試験内容だったんでそれだったらね別にあのあんまり時間を割かずにね他の科目にリソースを割いていくっていうのが受験戦略として正しいんですけどこれぐらいの管理会計の本試験の問題になってくるとやれば点数が取れるレベルにはなってきているんで。あの ここはね、ちゃんとやればね、そこの実力差っていうところが反映される試験になってるかとは思いますから、だからむしろちょっと前向きにね、管理会見についても、今、その次の試験はどうなるか分かりませんけど、まあ、こういうレベルの問題であれば、むしろ管理で少しアドバンテージをもしかしたら取ることができるかもしれない、全体の点数っていうのを底上げすることができるかもしれないっていうふうに、あの管理で少し稼ぐっていう意識でね、取り組んでもらってもいいのかなとは思います。はい、だからそのためにはねぜひちょっと 問題集を繰り返し反復演習していただいてもう問題集に載ってるものっていうのは何が出てきても一瞬で回答できますとよどみなく正解することができますよっていうのがこの状態にねやっぱり仕上げていかないとこういう本試験で初見の問題とかちょっと形式の違う問題が出た時に素早く正確な回答をね引き出すことっていうのはできないので、まあ、そのためには問題集はやっぱり4回5回とね回転させていかないと、あのー、そこまではなかなかたどり着かないとは思いますんでね。 あのこれからまだね次の5月までは少し時間はありますのであの気持ちを切り替えてですねちょっと勉強の方をまた改めて再スタートしていただければなと思いますでまあ5月受ける方はね多分8月の論文とかも視野に入れてると思うので,でその方は本当に今のうちに計算力を鍛えておいてでもう5月担当終わってからは その管理会見の計算対策をやる時間なんか基本的にありませんのでもう5月までに管理の計算というのは完結させて論文でもある程度得点できるように仕上げていくというその意識で、ね、ちょっとスケジュールをあの作っていただいて、ね、あの勉強計画立てて進めていただければと思いますので、ねはい、とにかく前倒しで計算対策をやるということを、ね、意識的に持ってこれから取り組んでいただければなと思います。はい まあそれではですね、まあこれでちょっと簡単ではあるんですけど、管理会計については以上となりまして、あのもしが個別で何かご相談事項とかありましたらね、相談会とか電話相談とかやっておりますので、またあの個別にご相談いただければなと思います。それではお疲れ様でした。はい、えー、それでは監査論の、えー、担当資本試験分析会始めたいと思います。 えとまずですね、監査論につきましては皆さんあの結構難しく感じたんじゃないかなと正直思っていますで、えーまあ、1週間ね、経ちましたけれどもやはりその感想は変わらないとで、えーとまあ、回答速報の時にですね動画で合格のボーダーは大体まあ65ぐらい取れてるといいんじゃないかなというふうにお伝えしたんですけどもやはりそのぐらいの65点ぐらいがまあ理想的かなと思います。 で今回はですね、まあ難しかった理由としては、あの正当可能性が低い問題についてはかなり実務的で、えー、おそらく知らなかった、あるいはあの何選択肢かは判断できたけれども残りの2つが全然わかんなかったっていう問題が多かったんですね。でそういう意味で難しいということで、えー、ちょっとですねお配りしているこのレジュメをね見ていただくとここで。 え問題番号とねこの正答可能性出してますけれどもえまあ高いものがこれ合計で8個ですねで中程度が7問低い問題が5問ということでえなんとかですねこの正答可能性高い8問は全問正解を してそして、中程度で半分、ちょっと。まあ、四問取れればで低い問題で、一問何とか取るというような形で、十三問ぐらい取れると良かった。と。一方でですね、この試験で、じゃあ、八割以上解けるのかというと、正直厳しいと思いますね。八割以上の得点をこの問題で取るのは、かなり至難の技。どんな対策をしても、おそらくですね。 あの監査論でこの問題だと8割を以上を取るっていうんだったらあの短期合格はかなり難しいと思うぐらいあの勉強を、ね、しないとダメだと。なので、えー、この試験で8割を取ろうというような感覚で、えー、例えば、ね、次回受けられる方なんかはあのそういう感覚ではなくやはり、ね、7割ぐらいまで取れるような感覚で勉強をされるのが一番いいと思います。でえーと まずね、まあ、次回への対策ということを考えるとです、ねえー、やっぱりあの過去問ですねこれ私の講義でも常に言ってるんですがあの今回のこの中程度の問題の7問っていうのはこの7問のうち過去問がしっかりと頭に入ってた方は7問中 5, 5問以上取れた可能性があるというふうに思っています。 でえー、今回はねあのー、他の回と比較して過去問からの出題割合が一見見低そうに見えたんですね問題解いているときは一見、低そうに見えたんですが分析してみると特にです、ね、平成31年の第1回の試験ここからかなり、あのー、同じ選択肢が10以上出ています。 正直なところ平成31年の第1回の本試験の足がほとんど同じで10個以上出てるということなので今後の対策としては、ね、まずはあの正当可能性高い問題をできるようにするために、まあ、講義とかです、ね、ポイントアップトー、まあ、これで正当可能性高い問題は絶対8問取れます。で 中程度のところで、まあ、あの5問ぐらい、ね、取るためにはやはり問題集としてお配りしている過去問これを完璧にすると、まあ、だから逆に言えばあ講義とポイントアップトーレント過去問が完璧になっていれば絶対合格点は取れるという傾向は今回も続いていますと。 で出題範囲についてもですね、まあ、見てみて皆さんそんなに目新しいものはなかったと思うんですね、まあ、ここで最初の2問目でねコーポレートガバナンス、これはちょっときつかったかもしれないですけどもその他、論点としてはまあまああ見たことがある問題が多いかなと。 ね、ただ、境ね七720のその他の記載事項と品質管理あの会計上の見積もりの540の新しい部分はやっぱり出てしまいましたけどね。ということで担当式試験に限っては改正後のものがすぐに出てしまうという、ね、その傾向もあると思っています。なので、まあ、問題集と等連と講義そして、えーまあ 次のね、あのこの,、えーどうあのえー、解説を聞いてくださっている方が、まあ、5月受けて8月を狙うという方がいらっしゃれば5 8で狙うんであれば 担当の勉強の段階から基準をやっぱり読むっていうのはもう必須ですね。これはもう必ず読んでないと論文までの3ヶ月間ではとても間に合わないと。逆に言えば監査の場合は基準をですねしっかり読んで勉強していれば58でもねそんなに他の科目ほど間に合わないという性質の科目ではないというふうに思っております。なので、えーとまあ 今後の、ね、対策としては問題集、講義当連、基準というところでもう全く監査は変わらないしかも過去問が合否を分ける、ね、大きなポイントになるということで過去問をしっかりとやっていただきたいというのも変わりませんと。で、えー、難易度は、まあ、先ほど言いました通り前回が、ね、75%を取ってほしかった問題ということであれなので、まあ、前回は、ね、15問取ってほしかったという問題に対して今回13問。 で、えー、ちょっとね、今回、もこの観察論に関しては、対策、傾向対策はもう毎回同じ、過去問と答れとね、講義ということ言ってますんで、ちょっと内容的なところで、今後のために押さえておいていただきたいところを、簡単に残りの20分ちょっとで見ていきたいと思っております。で、えっと、お配りしてあるですね、えー、問題をね、 あのちょっと見ながらポイントとなるところだけざっと見ていきますがえとですねまずね問題1についてはあのここはですねまあ今後もあのよく出るだろうなというところではあの選択肢すべての金融商法監査で不正リスク対応基準が適用されるここは誤りですよね、これは今後も出る可能性あると思うんでねあの不正リスク対応基準は上場企業等のね 監査だけですから例えば、ね、株主が1000人以上いるから金賞法監査が必要になるとか有価証券届出書を出したから金賞法監査が必要になるとかねそういうのは除かれますから、ね、あくまでも上場企業等だけに適用されるのでこれは今後も出る可能性あるので抑えておきましょうとであと、e、いはねこれちょっと難しかったと思うんですけども。あの 監査人が、ね、職業倫理に関する規定に従って会社から独立していることとかねその他の倫理上の責任を果たしていることが含まれているんだっていうことが意見の根拠区分に記載されるとこれはまあ監査報告書のひなは私の講義なんかでは壁に貼ってね何度も見てくださいと言ってたんでそれをよく見てくださった方はねそりゃそうだって丸できたと思うんですが意外とここはあの出来が悪いんじゃないかなと思ってるのでやっぱりね監査報告書のひな はしっかかりとと見いいいいた方がいいかなと思いますあとまあ絵のところはですね、えー、一応言っときますがこの監査品質を評価するっていうのはですねこれは昨今企業や株主等が会計士がやってる監査の品質を評価しようっていう動きになってるんですね。 なので、カムとかでね、カムがあの要は会社のね、監査上の主要な検討事項を、監査人が監査報告書に書くことによって、まあ、あの監査の品質がね、ある意味、評価できるだろうっていうような考え方もあるので、まあ、この監査品質の評価っていうのは、あの昨今、話題になってるので、えーまあ、株主とか企業が監査品質を評価したいと思ってる、ね、なので、必要がないっていうことはないということはね、えー、簡単に頭の中に入れといていただくといいかなと思います。 であとはですねこの問題2のところもねこれ,もこれは正当可能性問題に低いやつですけどもこれ迷っちゃったと思うんですけど「あのい」のところね、えー、これ監査報告書における監査上の主要な検討事項の記載の効果として監査人と経営者の間のみならず 監査人と財務諸表利用者の間の議論をさらに充実させると言っているんですけどもこれ実はこのことってどこにも書いてなくてここであの言われているのは 経営者と財務諸表利用者との対話議論をさらに充実させるっていうことが言われているんですね。だからここ引っかかっちゃった方多いと思うんですけども、監査人と財務諸表利用者の間の議論ここはないんですよ。ここじゃなくて経営者と財務諸表利用者の間の議論なんだというところね、ちょっと今後のために押さえておくといいと思います。これは担当論文ともね、えー、あの押さえておくといいと思います。 あとですね、絵のところは、これはね、ちょっとこの問題どうなのっていうのはありますけども、これ、過去問で出てるんですよ、そのままね。あの絵のところで、ガバナンスに責任を有するものはね、この通りなんです取締役会とか監査役等なんです。ただ、皆さんの頭の中で、え、これ、監査役等だけなんじゃないのって思った方、それはね、勉強されてるからね、そう思ったんですよ。というのは、 ガバナンスに責任を有する者についてはこの取締役会と監査役等なんです。ただコミュニケーションの対象は監査役等だけなんですよ。だからガバナンスに責任を有するものとコミュニケーションの対象は違うんですね。え取締役会が入るか入らないかが違うということでここでも過去問で出てるんでやってた方は分かったと思うんですけどもここねこういうところがね過去問が効いてくるところだなっていうところですね。 はいでえっと、問題さんでちょっと指摘したいのはこれもねもうこんなの実務的すぎてとていうところあるんですがうの選択肢でね監査法人の社員ですよ、まあ、偉い人監査報告書にサインをする人ですけどもこの人は事故または第三者のためにその監査法人の業務範囲に属する業務はしちゃいけないこれもその通りなんですね、監査法人の社員が自分その監査法人以外のところで監査をするのは禁止なんです。そそれれは禁止なんですただそれ以外のね 当該範囲に属する業務が非監査証明業務非監査業務つまり会計士法の2条2項の2項業務である場合はその業務を行うことについて総社員の同意なんですよ。総社員の同意を受けた場合には他のね、えー、非監査業務はやることができるとまあ今後のためにちょっと知っといてもいいかなというところですね。はい、で絵は不要ですよね。これはもうちょっと細かいんで、あので、ー まあただね最近この金融庁の検査とかねそういったところもあの話題になってますのでえとまあ出たんでしょうけどもこれはかなり細かい選択肢ですねえなのであのまあ今後もし出るとしたらこのまま出るでしょうから絵の選択肢はあのかなり細かいですがもしあのリスクヘッジしたい方は絵をこのままね押さえておくとまあいいかなというぐらいですね。 であと次問題4ですね。問題4についてはこれもね正当可能性中程度の問題なんですが、えっとね A の選択肢は今後も出る可能性あるのでちょっと抑えといた方がいいですよね。えこれはあの、えー、内閣総理大臣は1年以内の期間を定めて。 監査証明の、にかかるものを一部受理しないと。つまり、監査証明書の不受理措置っていうやつですね。これ実はレジュメにもそのまま載せてあったんですけども、まあ、あの、ちょっとね、ここまで追い切れなかったよっていう方、今後もここは出されてもね、しょうがないと思うので、1年以内の監査証明の不受理。こういうことが、あの、 あり得ると、監査証明を、ね、不正なことをやった場合、監査証明業務で不正なことをやった会計士または監査法人については1年以内の不受理措置が取れるということ。で、ここで、ね、皆さんに絶対言っておきたいのは、異なんですよ、これ、異。 内閣総理大臣が公益または投資者保護のために必要かつ適当であると認める場合であっても守秘義務の観点から自らが行った上場会社の監査証明について参考となるべき報告または資料の提出をしちゃいけないと書いてありますがこういう選択肢100%誤ってますね過去問ずっと分析してますけどつまり何が言いたいかというと内閣総理大臣つまり国のトップが公の利益とか 投資や保護のために必要だって言ってる場合に。 それであっってても何かしちゃいいけないってこととはありえなないってここんですよこれはもうテクニック的な話ですけど国のトップが公の利益のためあるいは投資保護のために OK って言ってるのにやっちゃいけないっていうのは100%間違ってます今までの選択肢でここ,10ここもう10回の試験の中で100%だからこの内閣総理大臣が公益または投資保護のために必要だったらそれは OK とーと極端な話ねあの今までの本試験で出た話でも内閣総理大臣が公益または投資者保護のために必要なので 公,公益または投資者保護で、ね、問題ないので監査証明不要の場合もあるという選択肢があったんですけどもそれも正しいです、監査がいらなくなる場合もあるんだということね内閣総理大臣が OK といえば OK なんだというふうにここはそれですよね。で問,題はですねまあ、問題5は正当可能性が高い問題でこれは問題5は宝のような問題というかもうこれ これは絶対取らなきゃいけなかった問題だしあの要は過去問をちゃんと勉強されてた方はね。というのはこれもう全選択肢よく出る、まあ、絵はちょっと難しいんですけどもあ,あいうはもう何度も出てるんでもしこれできなかった方がいて今後ね受ける方がい,たらいればあ,のあ,あいうについてはもう必ず押さ、えー、えると。 いいうことにしてください何言ってるかというと A はね定性内部統制報告書は監査証明不要だって話 E は有価証券届出書については監査証明必要倫保、ね・臨時報告書については監査証明不要これもうあの2回に1回ぐらい出てますからねあの試験でねだから次回も多分この選択肢のああいうのどれか出るでしょうねというぐらいです。 絵のところは、ねまあ、これはここで押さえておけばいいでしょうあの、えー、上場会社はです、ね、これ有価証券報告書を見たことがある方は分かるんですけども。あの あの有価証券報告書に、ね、書いた内容、記載内容が、禁証法に基づいて、ね、適正であることを確認しましたという確認書を経営者が出すんです、経営者が有価証券報告書と合わせて内閣総理大臣に出すんですけども、そこには監査証明不要だということで、これは正しいんです、逆に監査証明が必要だったら、監査論で、ね、勉強しているはずなのであの、ここは監査証明不要というのもここで知っておきましょう。はい、あとはですね あそう問題の6、これはねちょっと難しかったと思いますが問題の6については絵の選択肢ね、ねこれはねちょっと目新しかった方いると思うんですが今後、ここ出されてもおかしくないので絵の選択肢はね押さえておきましょう。あのこれ絵はね正しい選択肢なんですけども臨時計算書類会社法の計算書類の臨時計算書類と連結計算書類は会計監査人の監査を受けなきゃいけない、これ正しいんですよ。 で、連結計算書類の監査対象と異なり、臨時計算書類は bs と pl だけと、これもね。ここまでしっかり覚えておきましょうね。あの特に臨時計算書類知らなかった方多いと思います。だから、これ本試験でここはできなくていいんですけど、あの今後はね。もしあの出たらできるようにしてほしい。ところとして、臨時計算書類と連結。計算書類は監査を受けなきゃいけないとで、臨時計算書類は bspl だけと。で、さらにここのね。知識としては連結計算書類って。 えど,うかどうだったかって覚えてますかね連結計算書類は代替社であってかつ有価証券報告書提出会社については連結計算書類作んなきゃいけないんですでそれ以外の会社は任意なんですいいですか代替社かつ有法提出会社は連結計算書類作んなきゃいけないそれ以外の会社は連結計算書類は任意ですたただ作っってしまったら 任意であろうがあの作らなきゃいけない場合であろうが作ってしまったら監査を受けなきゃいけない、ね、この点も思い出しておいていただきたいと思いますあとはですね問題7はねこれは四半期で正当可能性が高いとした問題ですけどもあのところねこれ間違えないようにしましょうね四半期レビューで実証手続きをやることはありえないので四半期レビューで実証手続きということは絶対ないんだというところしっかり押さえておきましょう。でですね 問題の8、8はね、これは絵のところが難しかったと思うんですよ。「意図う」なんかはね、意外と過去問に出てたりするんですけども、絵のところでね、これは絵の選択肢、ここで押さえておきましょうあの。内部統制の話なんですけども、監査人が開示すべき重要な不備があるとした経営者の評価の結果を適正と認め、かつ期末日後に実施した是正措置が内部統制報告書に記載されているものの、監査人が当該記載を不適切であると判断した場合、つまり、 会社がうちの会社には開示すべき重要な不備があるんですよとうちの会社の内部統制はダメなんですよということをねちゃんと正直に言っているとでその評価はその通り正しいんだとねいうことまあそれだけだったら無限定適正意見なんですけどもかつ期末日後に実施した是正措置が書いてあるんだけどその部分については不適切という場合はねこれはねあのもうあの実務指針に書いてあるんですけどこの場合は限定付き適正なんです。これは あの不適正じゃないんですね是正措置だけが問題ある場合にはこれは限定付き適正なんだというところこれ難しかったと思いますけどもあの今後のために知っておきましょうというところですねあとはですね問題9かごめんなさい9ね品質管理の問題これも意外と実務的でね難しかったと思うんですけどもあのただ「い」と「A は何度も過去問で出てるんで過去問やってた方はできたと思うんですが「い、e」のね 審査担当者は専門的な見解の問い合わせに応じれますっていう話ちょっと押さえておきましょうっていうのとあと絵はいいですよね監査チーム内とかあの監査法人の中でね問題を解決できない場合に監査報告書発行できることはありませんこれも過去出てますからこの監査チーム内あるいは監査法人の中で意見がまとまらなければ監査報告書は発行できないって話ですね。 ここも思い出しておきましょう今後も出されてもおかしくないということです。 で問題10は、もうここは、ね、ちょっと正当可能性低いですよ、これ、まあ、あがね、えー、とこれ、えー、業務実施者が主題責任を負うものになることはできないが、主題の評価者、または測定者になる、まあ、これはあのダイレクトレポーティング、ねえー、の場合には、まあ、あはそうだということは分かったりするんですけど、まあ、いうえもね、なかなか難しいですので、これはですね、まあ、あの正直、ここまでできなくてもいいかなという保証業務の問題でした。 でえー、と多分受験生の間で議論になってるのが問題11なんでしょうね、えー、とこれは正直我々もです、ね、答え迷いましたね、えー、と迷ったんだけど「いうえ」が正しいっていうことでどこを正しいか「いうえ」 が正しいと思ってたんですじゃあ、えー、と本試験でこれ買いなしになるかっていうとねおそらくまあレックの出してる4番の「e う」だと思って結構ここはね我々会の会計士課の中で話し合ってあまあこれは4でしょうと言ってるんですね。で、えー、とここはちょっとあの言いますけど根拠をねあのまず「えっ、ー、とい」のところね「い」の「えっ、ー、と まあ、あはねこの一般目的と特別目的で保証水準が違うっていうことはこれはあのどこにも書いてないんでここはいいと思うんですよね別に保証水準はこれは一緒ですまあ,あの異なるってことは書いてないここはいいんですけど「いのとこでね財務省の作成に対する経営者の責任と 当該財務諸表の適正表示に関する意見表明に対する監査人の責任との区別については監査基準に第一監査の目的が追加された際に新たに明記されたとここが議論になっているんですよね。でこれはですね平成14年の監査基準の改定のところに改定全文にこれ書いてあるんですよそのままこれ写しますけどね。 ここはどう読んでもそうそれが正しいとしか読めないなぜならばこれ平成14年の改定前文で従来、監査基準は監査それ自体の目的を明確にしてこなかったために監査の役割について主種の理解をあごめんなさいいいんですね種の理解を与えこれがいわゆる期待のギャップを醸成させてきたことは否めないと。だから か明確に書いてなかったから誤解を生んだんだと言って書いてあるんですよこれ基準にね。でカッコ1として監査の目的は経営者の作成した財務省に対して監査人が意見を表明することにあって財務省の作成に対する経営者の責任と当該財務省の適正表示に関する、えー、意見表明に対する監査人との責任の区別を明示したと、ね、今まで誤解を与えてよく分かんないく書いてあったんであのまあよく分かんなく書いてあったというか明確にねあのはっきりとは書いてなかったで で明示したと言ってるわけですよ。なのであのまあ明記したこれ問題ねいのところで新たに明記した明記明らかにあの分かるように書いたっていうのはまあここはどう考えても正しいと。じゃあうですね。うは一、えー 監査の目的においては一般目的の財務所要と特別目的の財務所要を対象しとした準拠性に関する意見表明が可能であることが復帰されていると、まあ、これはです、ね、平成26年の改定前部のところにこれも本当そのまま特別目的の財務所要または一般目的の財務所要を対象とした準拠性に関する意見の表明が可能であることを復帰し明確化を行ったとこれも26年の改定前部に書いてあるので意図はもうどう考えても正しいと。 意図は、ね、罰にでできないんですね。じゃあ絵がどうかというとこれが難しいんですね絵は一般目的の財務報告の枠組みを基礎として策定された特別目的の財務報告の枠組みが適正表示の枠組みである場合には監査人は適正性に関する意見を表明しなきゃいけないこれは超悪問ですよねこんな問題受験生に出すなって感じです。 ねえー、どの受験生も適正表示の枠組みだったら適正性に関する意見だと覚えてるし正直、我々だってそういうふうな理解ですよ。ね、これあの、なんでツかっていうとこれは適正表示の枠組みを仮に形式,的に形式だけで満たしている場合にはですね準拠性の枠組みとして扱うっていうそういった実務指針っていうか Q&A があの出てるんです。 いいですか適正表示の枠組みだったとしても形式的に適正表示の枠組みだったらそれは準拠性として扱うんで準拠性に関する意見を言いましょうって書いてあるんですよ Q&A、えー、環境800とか805の Q&A のね Q&A の Q6 解説2の括弧1っていうところに書いてあるんです。 準拠性に関する意見になるので必ずこれ適正性に関する意見を表明しなきゃいけないかというとそうじゃないよということでバツ、まあ、にすると、まあ、こんなのできなくていいですけどねただ、意と、は絶対に正しいというところで回答は4になるでしょうね、はいでえー、とあとですね問題の12、まあ、問題の12はもうここは確実に、ね、これはちょっと今やりませんけども,もうこれはほとんど基準とか講義のそのまんまですから問題順にはそのままと。 で問題13とか、ねえー、と14はかなり実務的なんで13、14は正当可能性中程度にしましたがおそらく、ね、あの難しかったと思いますで。問題13で今後のことを言うとです、ね、あの監査事務所における問題13の「あ」ですけど、ね、監査事務所における監査業務にかかる審査の内容や結論は監査聴取に当然含めるので、まあ、これ審査とか、ねえー、その審査の内容、結論も監査聴取に含めるというのはちょっと知っておきましょうっていうのと。 絵のところで例外的な状況であれば監査報告書を日後にね監査調書を追加変更することもあるということもまあ知っておきましょうということぐらいですかねで問題の14これはねもう本当なんでこんなところ出したんだって感じですけど今後出る可能性あるので「のう」のところね知っておきましょう。あのまずののところで言いたいたは 監査って、えー、監査についてね、審査を受ける場合っていうのは受験生は基本的に意見表明のための審査しか知らないと思うんですよ。ただ実はこれ実務的には意見表明の段階と監査計画の計画の2つについて審査を受けることになってるんです。だから計画の審査と意見表明の審査はどんな場合でも必ず受けるので、えー、ここでね。 あの継続監査と異なり計画監査計画については審査を受けなきゃいけないというのはそんなことはなくて継続監査であろうが初年度監査であろうが必ず審査を受けなきゃいけないというところを、ね、あの知っておいていただきたいなと思います。で問題15はこれはもうねあの正当可能性高くてできてほしい問題で、えっとまあ、問題16もねこれもあの難しいんですがかなり実務的なんですが問題16でねあの 絵のところね、えー、これ。 あの許容虚偽表示額っていう概念なんですけどもあのここね手続き実施上の重要性よりも少額の許容許あの虚偽表示額を設定してその結果を評価したと書いてあってこれ正しい選択肢なんですがあの許容虚偽表示額イコール手続き実施上の重要性だと思い込んでる方がいるので多分こういう問題出したと思うんですがあのそうではなくてね手続き実施上の重要性と許容虚偽表示額はイコールじゃないこれは実は過去にも出てるので、えー、ちょっとこの選択肢はあの一応 注意をしておきましょうというところですね。で、えっ、ー、と問題17ね。これは新しい。えっと会計上の見積もりの540が出ましたけども、あのまう、あのところね。うと絵で取れるんじゃないかなと。とうの会計上の見積もりで特権リスクかどうかっていうのは見積もりの不確実性のね程度を考慮するっていうのは今までと変わらない話ですし。あとねえ、エのところで。 え内部統制が有効に運用されていると想定する場合は運用評価手続きをやった上でリスク対応手続きをやらなきゃいけないとまあこれリスク対応手続きってね運用評価やった上でリスク対応ってあの、ね、これうと実証手続きなら分かるんですけどうとリスク対応手続きってそもそも運用評価手続きも含まれるから何言ってるのかなって思った方いると思うんですが、まあ、ここはね、まあ、リスク対応手続きイコール実証手続きと読み替えて、まあ、運用評価をやった上で実証手続きを実施しなきゃいけないというところで丸と。 内部統制が有効に運用されていると想定する場合あともう一つ、ね、実証手続きだけでは十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合これがあったのでそのパターン2つパターンについては、ね、実証手続きやらなきゃいけないというところを、ね、今後のためにも押さえておきましょうと。 であとは、ね、問題18の、まあ、あのところ、意外とこれあの知らなかったよという方、いるかもしれないですが、これね、えー、監査報告書、問題18の案ですけども、監査報告書のタイトルの独立監査人の監査報告書という意味が、ね、まあ、独立性に関する法令上の規定だけじゃなくて、職業倫理の規定のすべてを満たしたんだということを意味しているということで、これも今後のためにね、あの押さえておいていただくといいかなというふうに思います。 であと、問題19も20もですねあの正当可能性高くて特にあの今後のためにねお伝えするというところはあのないんですが強いて言えばね問題19の,この監査報告書で意見を表明しない、ね、直接の原因となりうる事象ということなのでえつまり、監査範囲の制約ですね監査範囲の制約になるのはどれかと。 これと対立する概念として意見に関する除外っていうのがあったと思うんですけどもこの意見に関する除外と監査範囲の制約ねここに関してはしっかりと見抜けるようにしていただきたいと思います。 ということで、まああのえーとね、方針と今後のために、ね、あの見ておいた方がいい選択肢をお伝えしました、あと、ね、回答があのちょっとどうなのという問題の11についてお伝えしましたが、まあ、結局です、ね、監査論は毎回同じですけども、答、え、弁、ーね、と講義そして問題集、ね、もうこれがあれば絶対合格点取れますので、えー、ぜひ、ね、監査論はもうあの勉強方法はぶれずに、ね、やっていただければと思います。 はい、えー、それではですね監査論これで終わりにしまして影山先生に変わりたいと思いますどうもお疲れ様でしたはい、えー、それではですね最後ですね財務会計論ですね、えー、まあ分析会ですね入っていきたいと思います、えー、担当はレックスに講師影山ですよろしくお願いいたしますはいえっ、ー、とまあねもう先週というかねこの前の日曜日なので一週間ぐらい経ちますけれども担当式試験お疲れ様でしたね、えー、まあ財務会計に関してはですねまあ一応配布物として、えー まあ、レジュメとあとはです、ね、回答と問題と、えー、あるんですけれども、まあ、ちょっとレジュメのほうで,です、ねえー、出題傾向、形式、目標なんかを、ね、あの少し見ていきたいと思います、はいえーまあ、一応過去5回分のです、ね、データを、まあ、簡単ながら載せてあるんですけれども、えーまあ、今回のです、ね、担当試験試験財務会経路に関しては、えーまあ、難易度としてはです、ねまあ、比較的優し,め優しめというか,まあ標,準ですか、ね、標準レベル、まあ、ここ最近の、ね、試験が、えー、比較的難しい傾向にあったので まあそのここ最近の試験の中では優しいんですが、ただまあ全体として見れば、全体としていうのは過去ねもう10年とかね15年とかというところをさってみればま、ま標準レベルかなと、最近ちょっとねあの難しくなっている傾向にあったので、それが標準レベルに戻ったということで、内容的にはまあ個人的にはちょうどいいぐらいなのかなと思っておりまして、目標ラインとしては、当日の速報動画でお伝えしたのとまあ同じ130点ぐらいをですね1つ、財務関係のですねえ目標ラインと。 設定させてていいただいておりますで、まあ、前回の担当ね120から128ってありますけれども、えー、まあどちらかというともっとイメージは下寄りのボーダーなんですね点数的には下寄りでで今日はね130なんだけどどっちかというとまあちょっと上振れみたいなイメージなんで、えー、点数的に前回とそんな変わってなさそうだなと思うんですけれどもボーダーの点数はねあのまあ,あの微妙に、ね、違うと思ってください。と、まあ、とかは、ね、だいいぶ差はあると思いますね 下よりの120から128と上よりの130のようなイメージですかね。はい、でまあねトータルのボーダーが、まあ、実際何パーセントになるのかわからないですが、うん、まあ個人的な。 感覚としては前回のボーダーよりはまあ少なくとも上がるのかなということはここでちょっと蓋を開けてみなければというところになりますけれども、えー、まあその中でのですね各まあ計算理論総合問題どれくらい点数を取れていればよかったのかというところですね2番のところで少し振り返っていきますけれども。 えー、個別の計算に関しては問題数が13台、まあ、やや多いですね、前回から1問増加、ただ令和2年2回目、えー、と同じ問題数で13台出ておりましたけれども、えーまあ、7台から8台ですね、取っていただきたかったので、うんまあ、半分より少し6割ぐらいかな、えー、取っていただきたいというところにはなります、7台から8台、ねはい。そうするとです、ね、点数的には個別の計算で、まあ、64点ぐらい、ね。これは8 8台取ったっていう前提ですけれどもね、8台取った前提で64点。はい、で、連結会計の総合問題は、うんまあ、優しいですね、えー、前回も優しかったんですけれども、今回も優しい問題になります。で、まあ、一応、棒高としては6分の4から5とありますけれども。 まあこれ1ミスぐらいの5にしておきたいなというところですね5は取っておきたいかなというぐらいの問題でしたおそらく満点取られたという方も、ねあのー、結構いるのかなというところで、えー、まあ個別でいろいろ相談された方の中には連結会計の総合までは満点取れましたという人は何人かいましたね、はい、でまあここはまあ基本的には取らなければいけない問題だったのかなと思います理論、はい、の方もまあ優しいですね、まあ、前回同様比較的 えー、優しい問題が出ておりましたので、えー、まあ9分の7ですね、えー、ここはまあ死守したいところですねはいまあ89分の8とかね、えー、取れている人も、あのー、結構いましたので、えー、まあ7台ぐらいは取りたいちょっと6台だとややね足りないかなっていうねイメージなんですねはいでえー、まああとはね ここ単純に合計すると全然130点をです、ね、あの超えてしまうんですけれども、まあ、本試験のね緊張感なんかとかを考えて、まあ、少しボーダーですね1台ぐらいポイントを下げて130点というところがまあボーダーかなということを一、ねえー、つ考えております。はい、で、えー、まあその中でも特にやっぱり個別の計算ですね、個別の計算どこを取ったらいいのかというところになりますけれども、えー、まあ一応ねそこは下の 表のところにです、ね、入っている正当可能性というところで、えー、まあ正当可能性、こうの部分はやはり取りたいんですね。計算の、ね、部分ですね。はい、なので、まあ、13台のです、ね、個別の計算の中でどこを取っていかなければいけなかったのかというところをです、ねえー、ちょっと印をつけていくと、えー、まあ現預金は取りたいですね。現預金は取りたいですよと。はいでまあ、有形小手さんと国の資産はん 間違えてもしょうがないかなと思うんですけども、まあ、2台やったら正直1台は取ってほしいかなというところです、どっちか,、ね、っちか取りたいかなというところただ、絶対正解しなければいけないといったら、まあうんまあ、ちょっと引っ掛けが多かったし特に有形古手さんなんかは、まあ、難しい、ね、論点も出ていたのでしょうがなかったのかなという面はありますが栗延さんは、ね、ミスとかあとは、ね、いかに気づいたかどうかというところを勝負になったかと思います、はい、であとは、えー、引き当て金ですね、ここは取りたいですね引き当て金。 でその後9番、会計方針のです、ねえー、変更、5秒の訂正なんですが、まあ、正直ね、ここもあの取りたいところなんですよ。テキストの説明と全く同じで、かつ、レックス受講されていた方は、ポイントアップトーレの2回目か何かでほぼ同じような問題が出ているんで、えーまあ、そこは、ね、ちょっと取ってほしいかなと思います。はい、で次、転換者債型の新株や検付対策も、まあ、これもテキストの説明レベルですから、まあ、基本的には取らなければいけないと。はい でリースと退職給付ですねリースと退職給付も、まあ、これもね、やっぱ取れるんですよね。ですかリースはリース料支払い日と決算日が異なるケースで、まあ、テキストの設例レベルですし退職給付も、えー、従業員拠出があるケースにはなりますけれどもサインもあるんですけど、まあ、どちらもテキストの設例レベルなので、まあ、少なくともここの2つは、えー、取りたいですし、えーまあ、比較的リースと退職給付は対策,対策を立てている方が多いので、まあ、あの取れましたと。えー いう人が多かったですねあの他はよくわかんないけどそこだけは取れましたというと結構いたんですよねはい であと、ね、収益認識の計算、ちょっとここゴシックになってるんですが、これはもう全然関係ないんで、これ、ゴシックは無視にしてください、すいませんで。収益認識の計算はね、まあ、これ難しいというか、残、ま、余、あ、アプローチっていうところ、理論でしか触れていないので、多分残余アプローチって、なんか理論のレジュメで書いてあったけど、そもそもなんだっけなみたいな,ぐらい、えー、な感覚の人が多かったと思いますので、まあ、注意はしていますけれども、まあ、別に実質、定で考えちゃっても構わないですね、収益認識の計算問題は。はい、ただですね まあ前回の担当もそうなんですけれども、この収益認識の問題、やっぱ本試験、すごいいい問題ですねあの。ぜひこれは繰り返しやっていただくと、えー、非常にこう収益認識に関する取引額の配分の理解は深まるのかなと思います。はい、で、あとまあ取らなければいけないところとしては、まあ、ミスしている人が多かったんですけれども、やっぱりこの包括利益ですかね。包括利益は取りたいですね。 問題21、まあ、これはあの、在外で河津換算調整勘定のです、ね、その他の放火利益の金額を問う問題でしたけれども、えー、まあ自己相談していく中で結構多くの人が BS の河津換算調整勘定の金額を求めて間違えちゃいました、まあ、要は引っかかっちゃった人が、ねえー、何人かいました。はい 解答速報を作っている、まあ、財務会計のチームの中でも、えー、引っかかっている人がいました BS の、ね、金額をです、ねえー、求めていると引っかかっている人がいましたので、まあ、あのしょうがないといえばしょうがないけれどもそれで済ま,した済ましてしまったら、まあ、点数いつまでたっても伸びないので、まあ、これはもう問題を、ね、しっかりと読んでいなかったということで、まあ、これも実力のうちですから加圧換算調整官僚の BS 科学を、ね、チェックしてしまった人は、えー、これ、ね、読み間違えちゃったということで終わりにするのではなくて、えーまあ、しっかりと,、ね、ちょっと3接点を踏まえていく必要があるのかなと思います。はい でまあ、株式店なんかもね、これ、中になっていますけれども、まあ、非常に優しい問題ですね。えー、まあ一応、論点的にカバーされている方が、えー、ちょっと少ないかなと思ったので、宙にさせてもらっただけであり、えー、実質的にはもうこれ、こうですからね、これもこうにしようかなと悩んだぐらいなんですけれども、まあ、ちょっと意外とう受講生さんやってない人もいるというところで、宙にさせてもらいましたが、まあ、この赤でマークしたところは、基本的には取っていくというところですね、1、2、3、4、5、6、7。で、まあ、この中で、1ミス、2ミスぐらい。 する、ね、方も多いと思いますがそこはあと中の問題をどれだけ取るかですよね。はいまあ、この7台を確実に取っていけばあと中の問題1台ぐらい取ってそれでボーダー乗るんで、ね、逆にこのこうの問題をミスしてしまった方は、まあ、中の問題をあと少し取っていくとかね、まあ、あと考えていなければいけなかったとかそういうところにですね、えーまあ、少し勝負のです、ね、運,運というものをですね委ねていくことにはなってしまいます。はい なのでまあ、特にこの赤でマークしたところを、えーまあ、ちょっと落としてしまった方はですね、えーまあ、実力が、まあ、これどういう流入性を実力が足りなかったって思ってください。はいまあ、あとねこ,この収益認識の計算を繰り返すといい問題なのでっていうことはお伝えしましたが、うん、5番の有形固定資産なんかもここ最近の本試験のトレンドをですね組んでいるような問題ですので、えーまあ、比較的 この有形固定算に近いような問題はここ最近よく出ていますからこれも繰り返し解いてもらえるとまあ本試験対策にはなるのかなと思いますはいですかねなのでまあこの辺りをちょっと計算の反省点どうしていただきたいかなというところですねあとはですねこの表の一番右の列に入門は上級って 書いてあるる列があるんですけれども、まあ、ここはちょっと入門生向けの、ね、メッセージになってしまいますが入入入門門でもです、ね、解ける問題には入門っていうです、ね、文字を入れておりますで基本的には理論はです、ね、レックは入門でほとんどやらないので理論に関しては、まあ、全てバーを振っているんですけれども計算部分は全て入門と上級で、まあ、一応、ね、文字を入れて入門生でも解けるものに関しては入門と入っているんですけれども。 え今ねちょっと黄色でバーをですね2箇所マークしてあるんですけどもこのバーを2箇所マークしてある黄色の部分っていうのはこれは入門生でも解ける理論ですね入門生でも解ける理論まあ一応1代目のね会計考順論は入門でも理論今4個もやってるんでちょっとね昔の構生さんが聞かれていたら昔は理論なんか入門でやってないと思うかもしれませんが今ちょっとですね入門でも理論をやっていてえまあ問題1の方はですね入門の理論でやってるんでまあここは普通に解けますよと。 あとは、社債の理論はですね、普通に社債の計算問題ができれば、すべて解けるような理論ですから、まあ、この黄色でマークした2つは、入門生でもまあ解ける理論ということで、でそう考えた場合、入門生って、今日のね、今日というか、この前の担当式試験で、何台、えー、まあ普通に解けていればよかったのかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なんですね、10、10台。なので、まあ、実力でおそらく取れる問題っていうのは、えー、200分の80。 200分の80は,い、はまあ取れるんですけれども、まあ、ただね全部合っていればそれはいいですしで勘が合えばもうちょっと点数は伸びたかもしれませんが、まあ、入門生のまあ合格ボーダーは200分の64かなと思いますこれ実力でね実力で勘のところはですね無視してください入門生の場合特にはい入門生は200分の64取れていれば まあ入門の学習は順調だというふうにえ判断をしていいのかなと思います。はい。ね。まあ今回の本試験は入門のね問題が結構多かったかなという印象を受けます。入門期で学習する問題は結構多かったのかなと思いますので、えー、まあ入門なんかも比較的解きやすかったあと思います。はい。 でまあ、これが、ね、ざっくりと各問分析で、まあ、細かい、ね、中身の解説は当日、ね、あの速報動画で、えー、一応、ほとんどの問題解説をしていますので、もし、ね、細かい計算の解説を、ね、聞きたいという方は当日配信した速報動画ですね、今、REC の会計誌講座のホームページに行けば、えー、そこから、ね、YouTube にです、ね、飛んで、えー、見ることができますので、えー、まあ中身の方の解説というのはです、ね、その速報動画を聞いてもらえればと思います。はいでえー、まあこの担当試験ですね えまあ一つですねいろいろとあのもう一回振り返ってみる中で過去もの焼き直しがですね結構多いなという印象を受けたんですねでこれはまあ計算も理論もそうなんですよ計算も理論も過去、えー、もの焼き直し全、ま、く同じじゃないんですけれども、えー、過去のこの問題を参考にしてるなとかね、えー、まあほぼ同じような問題も理論出ていたので。 えまあ過去問の重要性というものは特にまあ理論に関してはね前々から言ってますけれども高いのかなと思いますのでえまあ次回以降ね対策を立てるとすればやはりですね特に理論はえもう一問一答の過去問部分ですねまあそこを中心にやっていくとあのまあ何台かは同じ問題に当たると思います何台か同じ問題に当たると思いますのでえまあ基本的に一問一答の過去問っていうものを中心にやってもらえればと思います。理論は特にね で計算に関しても、まあ、過去問と、ね、似ている問題は多く出ていますけれども、計算に関して過去問集を解くと、まあ、学習効率はあまりよくないので、計算の方は、まあ、確かに過去問のです、ね、類似の問題よく出ていますが、えー、基本的にまあ問題集と討論をやっていけばそのテイストはです、ね、入っていますので、まあ、計算とはその別途、ね、自分で、えー、過去問を購入して解くっていう必要はあまりないかなと思います。はいえー、ただ でも3回目4回目受験になってしまってなかなか点数が伸びないっていう方は一つね過去問集を買って、えーまあ、解いていくっていうのもいいと思うんですけれども、まあ、初回受験の方や2回目受験の方はあ別途ねその過去問集を買って、まあ、過去問っていうものをドカンと解くよりも、えー、まあま 問題集とか答錬を解いた方が成果としては上がりやすすいいかなと思います、まあ、理論の方はねもう一問一答に入ってるんでまあ理論の方は一問一答でやっていきますけども、ね、まあ今朝の方をドカンと過去問という形で解く必要は1回目2回目塾の方はないかなと思います。はいえー、ただまあ過去問の重要性っていうところと、まあ、あとはね感じたこととしては、まあ、結構やっぱり基本的な問題が多いかなと思うんです。 で初めの有形固定資産とか本社工場とかは、まあ、難しいとか基本的とは言えないかもしれませんが後半の深海系基準論点の方は結構やっぱり基本的なんですよ。まあ、具体的には問題、まあ、9以降とかですかね計算であれば問題9以降の内容なんかは、えー、かなり基本的なんですね。まあ、ちょっと税効果は若干難しいですけれども、まあ、なので株式移転なんかも、まあ、確かに論点としてねカバーされてる方は 例えば合併なんかに比べれば、えー、多くないと思うんですけれどもただテキストの説明が解ければ問題22は絶対解けます説明とも基本同じなんで、ね、やってるかやってないかなんですよ。えーまあ、あとは問題9の解計方針の開示とかあに関しても、まあ、あれもテキストの説明レベルで、まあ、問題に何がちゃんと書いてあるのか、ねえー、ちょっと意味が読み取れなかったという方もいたので、ね。 でもその辺りは要は会計上の変更とか語尾の訂正の理解になりますけど、えーまあ、あれもテキストの説明がきちんと解ければある程度対応できるはずなんですよね。ということで、まあ、かなりこう基本的な問題が多いなと感じましたのでやはりテキストの説明レベルっていうのはある程度はですね、えー、範囲を広げて解けるようになっている必要はあるかなと思います。ですかまあ、例えば株式いうのね難しい問題が解けなければいけないっていうわけではないんですよ。 株式今日のですねこの前の担当に出てたのは他もそうですね、えー、包括利益に関しても、まあ、BS のね川町の金額を求めるっていうところで勘違いをしなければあれも本当に一番簡単な説明の問題といっても過言ではありませんおそらく皆さんはそのね、えー、このような為替換算調整勘定の、ねえー、金額包括利益のね、えー、金額を求めるっていうのは テキストの説明の包括利益の章に入っていれば、多分ほとんどの人は絶対合ってるんですよ。まあ、頭が包括力になってるからね。はいで勘違いする人もいないですからね。うんそれぐらいに優しい問題ですから、やはりこう穴がないようにするというのは一つ重要かもしれませんね。あの問題4の本社工場、これまで絶対やる必要はないんですよ。むしろやったらいけないんですけども、これ本社工場の問題では簡単な問題なんですよ。ベーシックな問題なんです。 まあここないんですけただ本社工場は本社工場ですごい難しい問題もあるわけなんですけども、えー、比較的優しいんですよ本社工場の中ではねといった具合にその,その論点の中で優しめな問題が出ているんですね比較的まう傾向としてはちょっと優しいとは言えないと思います、はいまあ、栗延さんも引っ掛けが多いから、まあ、ここも優しいとは言えないんですけどね比較的その論点の中では優しい問題が出ていると。 リースとか開始退職給付はもう、ね、すごいトレーニングしてる人が多いので、まあ、これは本当にすごい簡単かって言われれば退職給付なんかは従業員教室があってさえもあるんで、まあテキストので適切に説明の一番簡単なレベルとは言えないですけれどもただ、みんなトレーニングしてることがあるのでここはね別に基本的じゃなくても解けるというようなところなんですね。はい、なのでまあ何が言いたいのかというと、まあ、ある程度こう幅を広げていきましょうということですね。うん特にその担当受験の回数が加算できてしまっている人は、まあ、話をすると。 みんながみんなじゃないんですけどね1回目やった範囲と2回目やった範囲と、まあ、1回目受験ですね1回目受験やった範囲と2回目受験でやった範囲と3回目受験でやった範囲ほとんど変わってないと、ね、切るところは毎回切ってるやるところは毎回やってる4回目になりましたもうやることないんですよ、ね、いやいやいっぱい切ってるじゃんって話なんですよ、ね、だからまあ一概にね切るのがダメとは言いませんよガンガン切っても受かる人は受かりますでもガンガン切っても受からなかったらやっぱり範囲をちょっと広げて守備範囲を広げて ね、違うポジションも守れるようにしなければいけないということですよ。ねはい、なので、まあ、特に3回目以降ですね、2回目ぐらいまでは時間が足りないということはです、ね、全然黄金にしてあるので、まあ、そこは仕方がないと思うんですけども、やっぱり3回目、4回目いけば時間が足りないということは、だんだんなくなってくるので、そしたらね、それでも受からなければ、やっぱり少し範囲を広げていくということを考えてみてください。それ、までやってないものをね、えー、やるっていうのは、すごいハードルがあって、嫌だと思うんですよ。 でしかも3目回4目回になってくると、まあ、講義なんかも、ねえー、受けてる人もあまりいないかもしれないので自習して独、ね、学でその部分をやるというのはつらいかもしれませんが、まあ、ただそういう範囲も変えていかなかったらなかなか点数が伸びないよというところは、ね、あのとつこう肝に銘じていただきたいなというところではあります。はい でまあ、これが、ね、今回の担当式試験に関する感想というか、まあちょっとね、今後の試験に向けてなんですけれども、えー、もう少しいろいろ今回質問がすごく多かったので今後どうやって勉強をやったらいいのかというところを、えー、少し、まあ、その次担当を目指す人次単論一括で目指す人次論文を目指す人に向けて簡単なアドバイスをしていきたいと思います。はいえーまあ、まず、ね、次5月に向けて、まあ、論文はとりあえず考えずに担当だけやるという人は、まあ、基本的にはもう上級問題集とポイントアップ等連をもう回転させる計算もそれでいいです。 で当然期そのせいせいやっていくっていくう前提ですねなので、まあ、あの特に今回の12月向けに加えて何か特別な対策を立てるっていう人はまはないと思うんですけれどもうん、まあ、一応ねポイントアップ当連はこれは必ず取ってほしいかなと思います。で2月の下旬ぐらいからね多分ポイントアップ当連が始まるんでそこまでに計算は固めると。そこまでに計算は固める ポイントアップトーレンを受けて間違えました。間違えた時にテキスト戻って1からその論点を勉強しているんでは、これはいつまでたっても受かりません。ポイントアップトーレン受けて、別に間違えてもいいんですよ。間違えた時にテキスト戻って、あ、ここだな。で、復習は一瞬で終わる。ぐらいな状況になっていなければいけないと思ってください。 あここやってないから、とりあえずじゃあちょっとです、ね、今週ここの勉強ゼロからやっていきましょうってやってると理論がなかなか詰め込められないんですね、これは別に財務に限らずね、結局4月、5月は理論の詰め込みです、その時に計算やってると本来だったら理論を詰め込んで、ガン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 知識をです、ね、吸収していく段階のところに余分な計算が入ってくるんで、それが十分にできずにトータル的に点数が伸びなくなってしまいますので、まあ、2月末ぐらいまでにはもう計算は確実に、ね、仕上げておくと。 まあ切るとところあってもいいと思い思ますよ特に2回目受験までの方はです、ねまあ、時間がないと思いますので切るというところがあってもいいと思うんですけれどもただまあ切るところは切るやるところはやるって、ね、きちんと決めて、ねえー、それをまあ,ある程度2月末までに自分の中で完成に持っていくと。はい、でリラに関してはもう一問一答ですね一問一答をやっていくというところですから。 まあ今からやってもいいですしまあでも計算が優先ですから計算のね弱点が多くて今からじゃあまた1問1答ゴリゴリ回すっていうことはあんまりおすすめはできないですねやっぱり理論は基本的には後で3月以降に中心にやっていくっていう戦略の方がいいのでえなるべく早く計算をやっていくで計算がある程度目で立てばては理論をですねえまた再開していくっていう方がいいかなと思いますまあ今から担当直前のような形で1問1答をガンガン回していくと結局最後ね忘れてしまう可能性がありますのでえまあ順序としてはやっぱり計算 ねまあ、どうしても、ね、例えば企業法がすごい苦手で、えー、もう全然点数が伸びないで、ね、その3月まで放置しておくのは怖いという方は、まあ、1科目ぐらいはコツコツやってもいいと思いますけれども、うんまあ、基本的にはやっぱり計算を、ねえー、特にまあ1月2月ぐらいまでは中心にやってい、えー、った方がいいかなと思います。はい、またあと、ね、その3倍速とか、ね、自分の中でインプットが欲しいという方は考えてみてもいいのかなと思います。今月だけとりあえず目指す人 で次5月担当からちょっと8月論文まで一気に行こうという方は、まあ、基本的にはですね、まあ、まず今回の点数でボーダー付近でなければ5単8論一括っていうのはちょっと怖いですね少なくともまあ60%切っていたら危険だと思ってください今回の点数がねまあその8月の論文まで目指したいっていうのはです、ね、分かると思うんですけれどもまあただ今回のボーダーがね65を超えている段階で自分が60%を切っていたら あのまあ、少しですね、論文の方まで見据えるのは危険かなと思いますので、まあ、最終的には、ね、ご自身の判断になりますけれども、まあ、1つ60%ぐらいが論文と並行してやっていくっていうところの目安になるかと思います。はい、で、えーまあ、論文まで、ね、ちょっと見据えても一気にやっていこうっていう方は、まあ、基本的にやっぱり論文の講座を受けなければいけませんので、えー、なんとか講義をね、受けていく。で まあ基本的には3月まで論文の勉強と担当の勉強を並行していくっていう形になると思うんですけれども3月までねえその中でまあ財務会計であればまあ講義12コマこれも3月末に聞,こえ聞き終えることができますので財務会計に関してはもうあの担当前に全部講義を聞き終えるはいあとはね増税法どこまでやるのかっていうところの兼ね合いなんかまたね増税法の先生なんかと相談してもらえればと思いますしま私の方もですねまあ一応個別で相談をえしていただければ全然まあ相談には乗りますので まあそこは、ね、各自ちょっとねあの気になる方は聞いてもらいたいと思うんですけれども財務、えーまあ、に関してはとにかく講義を受けて。 でまあ、やっぱ1回は復習しないと結局、講義を受けた意味がなくなってしまいますので、まあ、講義を受けて、えー、まあ復習をするということはです、ねあのー、まあやっていただきたいと思います。で、その中で,です、ね、論文の教材としてプレトーレンという教材があってそのプレトーレンというのはです、ね、論文式試験対策向けという建前ですけれども一応、担当生も、あのー、使って効果はあるトーレンになりますので、えー、まあメインは連結の総合対策 総合問題対策問題集みたいなものなんですけどもプレトーレンって、ねまあ、個別の問題も入っておりましてもし単論一括でっていう方は、まあ、今すぐにね、まあ、講義も引くんですけれどもプレトーレンの方もですねもう全20回あるんですけどももうゴリゴリ解いていくとゴリゴリ解いていくねはい、まあ、それをねあの、まあ、ぜひやってもらいたいとそうするとまあ担当との相乗効果も期待できますプレトーレンですねで特に連結会計、えー、企業結合事業ぶりなんかは、えーまあ、今まで とは少しレベルは、ね、上がっていきますけれども難しいなんて感じると思いますけれども、まあ、解いていけばです、ねあのまあ、それでね力はついていきますので、えーまあ、そこは、ね、ちょっと一つ単論を狙っている方はプレトーレンをベースに、えーまあ、復習をしていけばいいのかなと思いますで当然、担当の勉強は担当の勉強で今まで通りですね、えー、特に計算に関してはさっき担当受験をメインで考えられる方と同じようにやっぱり2月までは,2は、えー、弱点なんかがあれば計算の方は確実にそこまで潰しておくと確実にそこまで潰しておくと。 とかプレートーレンを、ねえー、すぐに受け、グレードアップ講座の方をですね、を、えー、受けるというのが単論一発で、ねえー、とりあえず狙っていく方の、まあ、ここからです、ね、しばらく3月末ぐらいまでにやっていく内容だと思ってください。で当然、担当は並行しますよ担当は並行しつつそれもプラスでやっていくということです。ねまあ、2月ぐらいまでは論文7担当さんぐらいのイメージでいいと思います。まあ、3月はちょっと様子見ながらですかね、で4月5月は完全に担当特化というのがいいかと思います。ね、はい まああの担当に関してはポイントアップがやっぱ2月下旬始まるので、えー、まあ論文もねそのその後狙う方もそうなんですけどもやっぱりそのポイントアップっていうものである程度成果を出すということを担当の方ではこう目標にしておいてください。ですか論文と並行しつつ2月下旬のポイントアップでも成果を出すっていうような勉強の仕方ですね。はい であとはもうね、今回担当大丈夫そうだという方は、もう,もうすぐに、まあ、論文、もう基本的には論文ですね。で、論文の方は、論文講座の初回のところで勉強の仕方をですね、説明してるんで、まあ、それを聞いていただければと思うんですけども、まあ、とりあえずもう、えー、プレートーレンとグレードアップの講座はもうすべて聞く。まあ、これも話した話ですね。であと、論文の方は、トーレンがですね、論文のトーレンが今度また2月下旬から3月の頭から始まるので、えー、まあ、そのトーレンを受けて復習するっていうプロセスを3月から、えー、まあ、 中心にに、ね、できるように、まあ、ちょっと準備をしていロー、まあ、論文ンはまた、ね、論文の講義の初回のイントロダクションなんかのところを見て、えー、ちょっとね学習の仕方なんかを考えてもらえればと思いますので。はいえー、ということでですね、まあ、担当の分析というよりも、まあ、ちょっと今後に向けてとていう話の方が多くなってしまいましたでさっきも言ったとおり、まあ、担当の問題の解説自体をです、ね、こう聞かれたい方はまた YouTube に上がってる、ね、当日の速報動画を聞いてもらえればと思いますしまた後日ねあの解,答解説冊子ですね あのまあ、配布というか、えー、予約された方にはですねお送りしますのでまたそれを見て勉強してもらえればと思いますけれども、まあ、さっきのとおり、まあ、計算に関してはそんなに過去問をねガツンと解くっていう必要性は、まあ、あまりないので、ねまあ、理論の方は1問1答でカバー、ねえー、過去問は参考程度、ねえー、それで構わないですから、まあ、やっぱりね当連と。 問題集を、ね、繰り返しやってもらえれば十分に合格する力はつきますので1、まあ、つ意識してもらいたいこととしたら、まあ、少し範囲を、ね、広げるということを、えー、少し考えてもらえればなと思います。はいうん、ということでですね、えー、担当分析会の財務会計論はですね以上となりますのでまた、ねえー、いろんなこう立場の方がいると思いますけれども次の目標に向かって、ね、気持ちを切り替えて、えー、進んでいただければと思います。はいえー、それれでではは本日はお疲れ様でした